今のうちにいいです。え、本当に言ってます？いやいや、ちょっと待って、はい、ちち、え？どうやったら立つの？え？それできて、それ？スルーしない？じゃあ実際に外切りからまずやっていきます、うん、外切りはまず牌の持ち方からいきたいと思うんですよね、うん、親指、人差し指、これこう持ってることできます？あ、2本で持つ2本、うん、で、2本でまだ、いやまだ持っちゃダメだから、あ、持っちゃダメ、はい、これ2本ね、うん、で、中指は添えるだけ、うん、どっかの漫画にありましたね、うん、まあ左手なよく知ってる中指添えるのね、うん、添えて、これってできます？そう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 、これくるってやるだけで外切りになるんですよ。この回転ができて、このままこういけば外切りになります。ある程度空中までで最後に離した方がこう常にでここに置きますよっていう感じなので、今のポイントをね踏まえて、やっぱりこの2つ、この親指と人差し指持つ、そしてこの右手の中指を添えてこういく感じですね。外に回しますよっていう、これが外切りですね。はい、続きまして、内切り、うん、外はこれ、今度内切りです、うん、内も、内は今度こうですね、親指と中指で持ちます。今度は人差し指でくるくるする感じですね。親指と中指で牌を持ってくる。意外に、麻雀を一緒にいろんな方々とやると内切りの人も結構いらっしゃる。応用なんですよ、外切りと内切りは、うん、結局これとこれ、これができるようになっているまでやれるんですよ。こっちの方がやりやすい。そう、内切りの方がやりやすかったら内切りも全然綺麗に見えるんですよ。で、僕内切りにも多分いろいろ切り方があるんですけど、僕の中だと外切りは最後中指になるんですよ、うん、で内切りは人差し指になるんですよ、ね、なんかこっちの方がしっかり、そう、要は回転させてる手ですよね。この添えてるだけの手の方が最後に来るっていう、要は今言いましたけど、外切りと内切りは本当に応用です。中指で添えて回転させて、これこの動きと内切りはこの動きを練習できれば外切り内切りはできるようになると思います。ぜひ皆さんもやってみてください。やってみてください。さあ続きまして、縦切りですね、うん、縦切りっていうのも実はあんまり使わないんじゃないかな。ないね。一応外切りはこう回すじゃないですか、うん、で内切りは内に回すじゃないですか、うん、で縦はこのまま行くんですよね。ここが縦になりますと、このままパンっていくんですよ。そういう様々な、例えばこれも縦切りだと思うんですよね。こういう縦切りもあると思います、うん、回してないんでこれは縦じゃないですか。あれはこのままこう持ってパンっていくとか。最初何本指で持つ？今度はこれ、内切りと一緒ですね。指と親指と中指です。
親指と中指、親指と中指で最後親指と中指で持った後にこの2つでこうします。2つで持つ、今度は人差し指と中指、人差し指と薬指で縦にします。このまま縦にする。でこのままパンっていきます。そして最後お気に入りですね。もうお気に入りはもうお気に入りといったら竹中さんですもんね、うん、こう持って人差し指で持ってきて、ここでここでこう、そうそう、そんな感じ。でもちろんやっぱ灰離れというかパッて離さなきゃいけないんで、気持ちの人に 見やすいように、まあ放り投げるって言ったらあれですけど、置くというイメージですね。僕のもこれ最後にこうなってる。あ、僕が最近綺麗だなって思う置き切り、うん、だから回転とか縦切りしないのは、うん、ここでこういく感じ、一回置いてから添えるみたいな。そうです、置き切りもやっぱり 見やすいようにとか。というわけで、外切り、内切り、縦切り、置き切り終わりましたね。はい。それの、まあ、応用といったらあるんですけど、リーチモーション、うん、リーチ後のつも切りもちょっとやっていきたいなと、うんうんうん、これ結局外切りと同じなんですけど、リーチしたい範囲持つじゃないですか。ここで中指で今度はくるんとしちゃいます、うん、あ、いいですね、いいですね。くるんとして最後の手を離すときにもう中指1本の方がいいです。それの方が綺麗に見えます。外切りと応用なんで、この外切りがこうだとしたらここでこうなるだけなんで、うん、OKOK、OK OK、あとは力が入れないこと。力ね、難しいね。力入ってる、入ってる、10枚入ってる方が音がするんですよ。もう本当に最後は脱力ですよね。そしてこのリーチ後のつも切り、うん、今ねやっぱ映像、放送で麻雀打つことが非常に多くなってますよね、はい、なので空中切りっていうのはあんまりプロの方々リーチを使わないんですけど、うん、やっぱり高ぶってくるというか、うん、上がりたいっていう感情がすごい力込めたりするじゃないですか、うん、そうするとやっぱりリーチをここに来て、必ず視聴者の方にね、カメラがここにあったら見せて積もるじゃないですか、うん、でこれ見せたらこう置くだけじゃないんですよ実は、うん、これリーチ後のつも切りも持ってきます。え、これ打ち切りなんですよ。じゃあ僕やりますね。リーチ。これも縦切りですよね、うん、あ、置き切りですよね、うん、内切りだね。そう、内切りなんですけど、これが内切りができるようになってると、空中で切るときに内切りでいけるんですよ。うーん、これもちょっとかっこよく見えるかなって思うんですよ。っていう切り方もリーチ後この内切り外切りができるようになると、応用としてリーチ後も空中で、ねうん、そのまま切る、縦切りしか
やったことがないとかだと、ここ持ってきてここ一回置いてこうする方もいらっしゃるじゃないですか。ああ、いるね。この麻雀プロになるだってるとやっぱり今放送が多いんで、どうしても視聴者の方に見えやすいようにここに置いてっていう切り方をする方ももちろんいますし、うん、僕もお気に入りになることがほぼ多いです。やっぱり早くこぼさないのっても大事なんですけど、ただ空中で切る時もあります。そういった時は本当にこれもまた見せ方としては結構かっこよく見えるかなと思うので、あの打ち切りができるようになってればこのまま見せる、ここでくるっとする、最後打ち切りで切ると、空中で切るやり方としてはこのやり方もあります。リーチしました、リーチしますね。親指と中指でこう支えます、あ、親指とごめんなさい、人差し指、人差し指で中指いきます、見ました。親指と人差し指で、ちいちい、全然ダメ。あ、ダメ。モーパイってご存知ですか、モーパイってこうするじゃないですか、中指モーパイってできますか。中指モーパイはこういうこと、そうそう、その要は積もった時に、このままこういけた方がよくないですか。これって一回回すじゃないですか。これも内回しなんですけど、あの縦からこう持ってきて親指でモーパイというか親指でやるときは内切りで回してこうなるんですよ、積もるとき。それが中指モーパイのままだとこれ見たらそのままいけるんですよ。打ち切りと応用でこう回して切らないで今度は下に置く。そう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 。なるほど。それだとあのスムーズですよね。でなおかつ回転もしてるんで、あ、この人ハイサバキも綺麗だなって思わせることができますよね。はい。ということで本当に皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またいいねやね、あのチャンネル登録これからもよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんさようなら。さようなら。